はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバッチ応用、続きやっていきたいと思います。これ見てくれます？前回の動画で浜辺にね、家を建てたわけですよ。で、なんかちょっとアップデートが入りまして、アップデートしたらこんな湿原になってしまったんですけど、なんで？でですね、現在地が合ってんの？これよくわかんないんですよ。で、この動画をね、撮る前にちょっとテストで一回やってるんですね。なのでこれ2箇所表示されてるのかなと思うんですけど、今がね、どっちなのかがわかんないんですよ。で、現在地っていうのが地図上では表示されないので、実際の紙の地図と同じですよね、これね。表示されないので、自分がどこにいるのか、どっちが北なのかもわからないということで、今のこの現状を見てですね、問題です。私はどこにいるでしょうか？正解者の方は漏れなくどうしようか。いや、困ったな、これ。でね、あそこに、なんだっけ、何サウルスだっけ。あ、またハマってるかな、こいつ。あ、ハマってるかも。これ何サウルスだっけ、これ。ティラノサウルスじゃなくて、ワイドフレームでね、前回の動画でもハマってたんですよ。で、こいつをね、いずれテイムしてやろうと思ってたら、昨日ちょっとだけインしたんですけど、その時に歩ってたんですよね。でもまたハマりましたね。ハマった、よかった。じゃあこれ後でテイムしよう。で、あれ、家どこだっけ。目印がないから分かんなくなっちゃったよ、今度。で、ボックスをね、昨日ちょっと作りました。裏でね。で、ちょっと重いものを、こっちへ避けたんですけどね。ということで、ちょっと、なんか作らないとダメだな。何を作りたいかっていうと、やっぱコンパスがどっかあったと思うんだけど、もっと先だっけ、コンパスって。あれ、コンパスってもっと先なんだっけ。え、これ先行きすぎでしょ。この辺かな。レベル10とかになんなきゃダメかな。少なくとも今の段階でコンパス作れないよね。で、このサドルが、これ何の恐竜のサドルかわかんない、これ。フィオミア、わかんないな。で、とりあえずシンプルベッドがね、欲しいんですよ。シンプルベッド。で、これがあると、リスボン地点にできるのかな。もし死んだ時に、これがあるところに、リスボンできるんですよね。これがないと、ランダムでどっか適当なところに出されちゃって、元のところにね、帰れないかもしれないんですよね。そこだけを、やるためにもうちょっとレベルが必要だな。8だからあと3ポイント必要だもんね。とりあえずレベルアップしなきゃダメだ。あ、これかな、コンパス。どっちにしてもレベル10ぐらいになんなきゃダメだわ。
今レベルいくつ？あ、夜になっちゃった。レベル5だって。まだまだじゃん。どうすかな。でね、ここへ来たおかげで、ちっちゃい鳥さんがね、いなくなっちゃったんですよ。だ、肉の確保が難しい。こいつ、肉になるかな？レベルいくつ？あ、なんだこれ、石があるのか。レベルいくつですか？ 9。ちょっと高いな。もっとレベル低ければ倒してもいいんだけど。困ったな。4番。C でしゃがんで、これ石壊せない？あ、壊せるね。この辺の石邪魔だ、壊しちゃおう。で、夜なんであんまりちょっと外出歩きたくないし、強い敵とかいたら困るからな。とりあえずもう水辺には戻れそうにないので、この辺を新拠点として構えるしかなさそうですね。困っちゃったな。結構内陸に来ちゃったような気もするんだけど、そんなことないですかね。夜はほんと真っ暗ですよね。あ、壊れやがったぜ。さて、どうしようかな。あ、なんかがなくなりつつある。なんだ？ウォーターがない。ウォーター、ちょっとこの辺食うか。で、あいつをテイムしようと思ってちょっと木の実をね、集めてたんですよ。テイムの仕方がね、よくわからないんですけど、今普段見てる動画が2本あるんですね。このアークサバイバルエボルブの動画としては。で、1本はもう動画アップしてないみたいなので、あれもう見てないんですけど、でも序盤の方をね、結構やってる動画がアップされてたので、序盤の方のやり方としてはなんとなくわかるんですよ。で、もう一方のやつは結構もうレベルも上がってて、恐竜をね、たくさんテイムして集めまくってる動画なんですね。あ、これで今水飲んだ。なので、テイムがいいなっていうのがね、ちょっと実感してるんです。恐竜でこういうね、集めたりすると、すごいたくさんいっぺんにね、集まるみたいなんですよ。テイムした恐竜でね。で、かつ、なんですか、戦うとき、恐竜を倒すときも、味方としてね、サポートとして、サポートっていうかメインかもしれないんですけど、倒すことができるんで、戦いがね、すごく簡単になるっぽいんですよ。やべえ、もう自分の家の方向失った。ちょっとこの辺の家の周りをきれいに、とにかく寄りのうちはするしかないな。そのぐらいしかできない。で、パチンコを作ろうかな。あとレベルアップまでどのぐらいだろう。結構ありますね、まだ。
まだちょっとあるな。この辺の木を壊したりしようかな。ものすごい地味な作業ですよね。あ、なんかフレアなんとかってのが手に入った。肉をどう加工しようかな。あ、ちょっと明るくなりました、もしかして。これなんだ、黄色いの何が手に入ったんだ。オッケー、自分家はどこだ。ここか。どうしよう、どっかで肉を確保しないと腹減っちゃうな、これ。あのちっちゃい鳥さんでね、結構確保できるなと思ってたんですけどね。この辺鳥さんいないんだもん。あと恐竜そのものがいないのもまあ助かるっちゃ助かるんですけど。あ、なんか重くなっちゃったんじゃない、これ。ちょっとこの中にしまいましょう。何が入った？マッシュルーム。キノコが取れたみたいですね。まあこんなんでいいかな。で、これなんですかね、これ。これ持ってるわけじゃなさそうなんだけど、これ何なんだろう。これとか。アイテムスキン。帽子だよね。You can use this to skin the heart. これどういう意味なんだろう。これ何、どうやって使うんですかね。これね、持ってないんですよ。何なんだろう、よく意味がわからない。これもよくわかんない。アイテムスキン、スキンってなんだ。びっくりした、今固まった。メタル、これもいいな、重いから。これで結構軽くなった、ウェイト。いいですね。ウォーター100になった。お腹もそこそこいい感じで、レベルがもうちょっとだな。よし、じゃあもうちょっと作業しますか。で、土台をこっちの沼地の方にちょっと広げようかな。もうちょっと家をね、広くしたいんですけどね。こう夜の時間とか早くしたりとかできないのかな。多分昼と夜は半々ぐらいの時間だと思うんですけど、かといって昼間がな、短くなっちゃうのも困るしな。まだ全然真っ暗ですね。またマッシュルーム取れた。結構夜の動画地味だな。
少し家を広げますか。じゃあどうだ、家。やばい、家の位置が分からなかった。これだ。ちょっと土台を広げようかな。これね、土台を広げましょう。ちょっと広くして、ここからベッドをね作りたいので、土台を広げていこう。あ、これじゃない。ここ、ここで、もう一個。で、ここに一個。で、こっち出入り口にしちゃったけど、こっちには石があったからこっち出入り口にしたのにな。ここで何か取れるのか。あ、これまた違うのを取れる。ちょっとベリー系はね集めていきたいと思ってます。あの、テイムするのになんか必要みたいなんで、やたら恐竜が食べるみたいなんですよね。ただ腐っちゃうっていう話も聞いてるから、早めに取ってると腐っちゃうかもしれない。家の目の前にあるじゃん、これ。これも取ろう。おお、なんかあるって、さっきのレベル9のやつかな、これ。ああ、そうだ。レベル9ってな、倒せるかな。でも、あいつしかいないんだけど、歩ってる恐竜が。ちょっとベッドを作ったら、試してみようかな。まだレベルアップしないか。ちょっと地味だからな。この辺の黒一帯は全部壊そう。よし、レベルアップまであともうちょい、もうちょい、もうちょい頑張ろう。石をやろうかな。この石、しゃがんで、もう自分家になるみたいな。間違いなくここで海辺には戻れそうにないからね、やっぱここは整地してきれいにしましょうね。よし、レベルアップした。一旦家に戻ろう。それでどれあげようかな。ヘルス、まあヘルスもあげたいけど、ウェイト先あげようかな。で、次ヘルスいきますかね。で、ここで来たよね。ベッド何が足んない、これ。ハイドスリーピングバッグ、これ、これ先作れって。あー、でも大丈夫か。10ポイントで作れるね。 OK で、ベッドを先に作ってどっかに置こう。ベッド、どれ、これ、
ウッド、ザッチ、ハイド、あるかな。ハイド6しかない。あ、川いっぱい使う、もしかして。あ、やべえ、川40に対して6しかないや。マジかー。こいつは？あ、これも川25も使う。いや、どっちにしても恐竜倒さなきゃダメじゃん、じゃあ。参ったなー。どうすっか。どうしますかねー。もっとこれウッド半分にするってどうやんだろう。これ全部いっちゃうよね。半分にしたいんだけどな。変わっちゃうのか。困った。どうしますかね。他になんか作れそうなのなかったよね。あと2ポイントしかないもんな。パチンコを作りたかったけど、これ次回になっちゃうでしょ。もうだいぶ明るくなったかな。しょうがないんで、ハマってるやつを川にするか。こいつ。素材ちょっと持ってた方が良かったかな。これ多分槍壊れちゃうんじゃない。ああ、やったやったやった。で、テイムするのにスリングで石を投げつけるのがいいみたいなんですよね。ハイドどのぐらい手に入った？ 12 でしょ。まあ肉も手に入ったけどさ。やばい、また時間計るの忘れちゃった。これ何分ぐらいもうやってるかな。まあ夜が終わったんで、一旦ここで切りますかね。やばい、うちはどこ？あれがうち？もしおうち戻ってきました。じゃあ今回ね、この辺にしたいと思います。さあ、どうしよう。肉を手に入れるのと、皮を手に入れるのをまずやんないとよ。あれですね。で、簡易ベッドを作りましょう。そっからちょっとね、いろいろやってこうかなと思うんですけどね。でないと死んじゃうと全部ね、なくなっちゃうっていうか、ここに保存したのは取っとけるんですけど、ここへね、戻ってこれないかもしれないんだよね。なぜなら、最初に問題を出したように、自分の現在地がわからないからです。自分がどこにいるのかわかんない。どうもなんか海のそばではなくなった気がするんだよね。はい。ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。